皆さんこんにちは。こちらは NEC の A10 Type 2 です。発売は1984年、当時の値段は109,800円でした。リザーブ電源が搭載されています。当時はこれまでにない強力な電源として話題になりました。強力な電源のついたアンプは力強い音が出る、エネルギー感や迫力に満ちた音が聞けるという噂があります。前回はこのアンプをメンテナンスする様子をご覧いただきました。今回はこのアンプの測定結果と実際の音をご紹介します。早速測定結果を見ていきます。まずは音色を決定づける周波数特性です。8オームと4オームは定格出力、2オームはダイナミックパワーの値です。しっかり広域まで伸びてますね。周波数特性がフラットですので、このアンプには音色がありません。実際によく使う音量の歪みを見ていきます。線が下にあるほど静寂で美しい音が聞けます。 NEC は緑のラインです。なかなか優秀ですね。このあたりが半導体アンプの限界かもしれません。歪みの形を見ていきます。4オーム 120W まで問題ありません。2オームの 240W は出ると言ってもちょっと厳しいですね。歪みを 1% に抑えると 200W が限界です。ダイナミックレンジと直線性を見ていきます。斜めの線は理想直線です。この線に沿って下に伸びているほど高性能です。120dB が人間の聴覚限界ですが、これを超えていて十分な性能です。こちらはダンピングファクターです。この数字が40あればスピーカーの逆起電力を抑えて正確に駆動できます。広域がちょっと下がっていますが、40を超えてますから十分な性能です。ボリュームのギャングエラーはどうでしょう。絞り切ったあたりの誤差が大きくなっていますが、普段使うポジションは問題ありません。まずまずの性能です。測定データは以上ですが、エネルギー感や迫力に結びつくような特徴は見当たりませんでした。A10 は強力な電源が特徴ですので、その性能を他のアンプと比べてみます。これは普通の電源を搭載した半導体アンプです。定格出力は8オーム 100W、 4オームで 140W です。4オームの性能を見ていきます。この条件は結構な電流が流れますが、ほとんど変わらないですね。リザーブ電源の音質的なメリットはリップルが少ないことでした。それが丸い部分に現れるはずですが、普通の電源と大差ありません。2オームの性能がこちらです。A10 はここが限界ですが、 PM80 には余裕があります。これはどういうことでしょう。 A10 にはトランスが2つあります。 PM80 は1個しかないですが、1個のサイズが違いますね。 A10 は PM80 より小さなトランスを2個使った構成です。2個合わせて2倍の電流を流せればPM80 を上回るはずですが、そこまでの性能はないようです。アンプのスペックを比べてみます。2オーム、4オーム、8オーム、いずれも A10 が負けています。どうやら PM80 の方が強力な電源と言えそうです。
このアンプの音を聞いてみましょう。今からお聞きいただくのは次の音です。1番の原音は音楽ソースそのものです。2番は同じ音楽ソースをアンプに入れてスピーカー端子で録音したものです。データによると AT には音色がありませんでした。データは音の一部に過ぎない。人間の耳は測定器より優れているんだという意見もあります。データに現れない音が人間に聞こえるのか。強力な電源はエネルギー感や迫力に満ちた音を聞かせるのか。いつものように答えを伏せておきますので、じっくりお聞きください。いかがでしたでしょう。アンプの音が分かった方はどんな音だったかお聞かせください。強力な電源のメリットは、インピーダンスの低い特殊なスピーカーをつなげた時に十分な電流を送れることです。そういうスピーカーをつながない場合は、その能力を生かす機会がないし、普段聞く音が良くなるわけでもありません。つまり強力な電源というのは音質には直接関係のない性能です。強力な電源を持ったアンプはエネルギー感や迫力ある音が聞けるという噂は、見た目の印象から来ているのでしょう。このアンプは鉄の塊です。非常に重くて、いかにも迫力ある音が出そうな雰囲気があります。趣味のアイテムは見た目の印象が重要です。アンプについては、フロントパネルのデザインが音の印象に大きく影響することが考えられます。この商品は強力な電源のイメージを
見た目に上手に反映させたことがヒットにつながったように思います。ご視聴ありがとうございました。